加茂水族館のレストランで庄内産のハモを使った御膳の提供が来月から始まります。一足先に取材してきました。それがこちら、ハモ御膳です。庄内で採れたハモや鶴岡市の在来野菜殿島きゅうりなどを堪能できます。今が旬のハモを夏の味覚として知ってもらい、美味しく食べてもらおうと、加茂水族館のレストランが毎年この時期に提供していて、今年で5年目です。御膳は松、竹、梅の3コースがあり、梅コースでは梅肉を添えたハモや刺身、それにだだちゃ豆豆腐や殿島きゅうりの昆布締めなどを味わえます。身がふわふわしていて、こう甘みがあって本当に美味しいです。噛めば噛むほど上品な旨味が口の中に広がります。価格は松が3,500円、竹が2,600円、梅が1,700円となっています。県民の方ですとハモって馴染みがないんですけども、この辺庄内でも、温暖化のおかげでハモも食べれるような、環境になっております。夏らしいメニューになってますので、そちらを食べていただいて海沿いに来てほしいかなという気持ちで作ってますのでお願いします。ハモ御膳は来月1日から9月末まで提供される予定です。